左ラフ方面からの右バウンドですが、ラフからは出ていません。7ホール375ヤード。フェアウェイ真ん中からの右バウンド、フェアウェイ右にナイスショットです。よいしょ、木に向かってまっすぐ飛んでます。フェアウェイ右バウンドでラフか。佐藤選手第2打180ヤード残ってます。打ち上げ追い風。フェードがかかって綺麗に、で第3。きれいに飛んでいくか。おピンに向かって投げました。ナイスオン。150ヤード上り。ショートしてしまいました。杉原彩香選手300ヤードは飛んでるでしょうか。前の木の枝が邪魔にならないか。前に木の枝があります。これが邪魔にならないか。やはり木の枝を気にしているようです。低い球で転がしていくようです。距離感の難しいショットになります。ダブルを当ててラフに当てて、どうか、ちょっと強いか。140ヤードアプローチ、乗せることができるか。ちょっと衝動でした。メートル。惜しい。これも約2メートルのオーバーです。グリーンは受けていますが、上につけるとかなり下りのパットが残ってしまいます。杉原選手、枝が邪魔になったのをパンチショットで距離を合わせようとしましたが、約10ヤードオーバーしてしまいました。難しい下りのパット。読み切ってのナイスバーディー。ナイスバーディーでした。これも 50% パット。さあ読み切ることができるか。タッチは良かったです。ナイスセーブ。ボールが速すぎて見えませんでした。それに、ワンアンダー中村選手。ドローバットナイスショットです。
ェアウェイど真ん中です。これもドローがかかってナイスショット。このど真ん中にナイスショットです。150ヤードショット。ドローがかかってピンに今すじってます。ナイスショット。風の中よく読みました。かなりアゲンストになってます。番手で言うと2番手は違うのではないかと思います。140ヤードのショット、ピンの右奥に、なんかこぼれたか。125ヤードのショット。ドローがかかって戻ってくるか。距離はナイスショット、ナイスショット。かなりドローがかかって左に行きました。一人だけ異次元の飛びを見せております。残りもう100ヤード切っております。クラブ選びが難しい。若干ドローがかかって、ナイスショット。さすがプロ、風を読み4メートルの2オンです。バーディーパットになります。現在トップは2アンダー熊倉選手。これを入れればトップタイ。打ち切れませんでした。かなりフックするラインだと思います。カップ4つ。そこから曲がる。ちょっとフックの曲がり具合を読み切れませんでした。奥に上がって手元に下がる。グリーンが受けたグリーンになっています。4メートルを真横につけて、かなり曲がるラインを残しています。さあ杉山選手、その曲がり具合は下りだったので、なかなかタッチが難しいパットでした。セガ選手、まだこれも曲がり具合読めず、引っ掛けてしまいました。残念のみです。熊倉選手、しっかりと決めてアンダーを維持したいところです。ナイスパー。杉原選手、大隅から出てきてくっつけ本番の上に奥杉のクラブです。よっしゃー。ドローがかかってフェアウェイ左。でこれもドローがかかってフェアウェイ右。ナイスショットです。
まっすぐのショットでど真ん中、ナイスショットです。フェアウェイ右、ナイスショットです。セガ選手第2打パー5、キバホル得意の距離を残すことができるか。ちょっと見出していますが、堀選手フェアウェイ右で跳ねてラフまで来てしまいました。ギガスタイムになっています。綺麗なフェードボールを持って得意の距離を残せるか。ナイスショット。フェアウェイ右、ナイスショット。さあ杉原選手3ウッドでしょうか、2オン狙いか。左方向に行ってます。上りを入れて150ヤードショットですが、少々噛んでダフってしまいました。ショット、森選手はセカンドショット、綺麗な低いフェードボールでスタイルをくぐり抜けてフェアウェイ左、上りを入れて125ヤードぐらいのショットになります。ナイスオン。熊倉選手は高低差で約100ヤード、届くか。ナイスショでした。パスは杉原選手、下りのフックライン、今日はグリーンが遅く、いなしを取る意味です。打ち切るか、惜しい。選手約1メートル50センチ、下りのスライスラインがボールの線のアウトサイドレフトについています。いや、もう少し回るか。ナイスバーディー。ナイスバー、ナイスバー。前半お疲れ様でした。お疲れ様です。後半も頑張ってね。ありがとうございます。後半は取り返して頑張ってね。